村長ミュージックスタジオはいみなさんこんにちは村長です、えー、前回に引き続きリグルーバーというですね、えー、ドラムなんかをおーツーミックスからあ 各トラックに楽器ごとにですねハイハットシンバルバスドラスネアみたいなところを分割できるとっても夢のようなツールをご紹介していきますが前回で一つのツーミックスから分けるところまではできました今回の素材もですねこの右にあるように5つのトラックに分けております えっと、ちょっと聴いていただきましょうはい、えー、こういったですねドラムループなんですけれども、えー、一つ一つ聴いてみますね、えー、こういうふうにソロはいここバスドラ系ですねはい。 ここがスネアちょっと音がね、えー、違うと思いますがこういうふうに、えー、分かれております、えー、そして、えー、前回の復習にもなるんですけれどもおエフェクトをかけれますので、えー、このバスドラをもう少しタイトにしてみましょう、はいえー、まずゲートをかけていくとおタイトにすることができると思います そしてちょっとコンプで,ですね持ち上げてみましょうはい念のためにリミッターも入れておきます上の方うにねリミッターがありますので。 はい、このようにで,す、ね、できることと少し裏技的なところをやっておきますコントロールキーとシフトを押すとです、ね、アイコンがこのようにスピーカーマークになりますちょっとここだけ聞きたいとき押している間だけ鳴ります そして最後まで行ったら終わります。はい、えー、このようにですね、えー、ソロボタンをいちいち押さなくても、コントロールシフトで、えー、音を聞いてみることができます。えー、次に、えー、これからがあ第2回目として新しいところなんですけれども、今、えー、分割は16分音符になって ておりますす右上ですねそれでですねえっとじゃあ今日はですねこのこのパッドの部分ですねこれの使い方を言いますね例えばバスドラの音を欲しい時ですね例えばクリックしてそうですね8分音符2つ分までですね ごめんなさい16部2つですから8部これをですね選択しましてこの波形のところに持っていきますとアイコンが少し変わりますこの状態で、えー、とパッドに割り当てていきます、はいえー、例えばじゃあ上のハイハット はい、ハイハットクローズですね、えー、これをもう少しちょっとボリューム上げておきましょうかそしてこちらもエフェクトでですね少し、えー、コンプレッサーで、えー、ちょっと圧力を上げておきます これで同じくですね、八部音符分を取りたいと思います。これを二つ目のパッドに持っていきます。ここでパッドをクリックすると、このようにですね、パッドに。 サンンプリングすすることができますそしてこれはこの上の「エディター」というところを押すとですね細かな編集ができます例えば、はい、こちらですねもう少し減衰させるとかいう時はこういうふうに ボリュームラインを書くことができますそしてですね、えー、もしここに、えー、例えばアタックが遅れてる場合なんかは実際欲しいところをどっからどこまでかこのように、えー、範囲を指定することによって すすぐに音が鳴ります前のところに空白部分がたくさんあるとですね押してもすぐならないとでこの押すとか押さないとかいう話ですがこの真ん中のところに C4C のシャープの4というふうにこれこの鍵盤ですね 鍵盤に割り当ててられてますですからこうやって鍵盤を叩くとパッドが使えるんですね。<coughs> これでですね、えー、入力も簡単にできますしそしてえー、っと ミディの方で,です、ねえー、ここに打ち込みをしてこのリグルーバーで音を鳴らすということも可能になっています、えー、そしてですね前回も少しはやったんですけれども例えばこうやって音を作って全体の音をですね、えー 持っていいきたい時はどれも選択をしないでですねそしてここでこの右のところから持っていったらいいんですけれども例えば3小節分持っていきたいこういう時はこの3バーズというのを押しておいたらですね。えー 20、2 1 2一2十2二十3とですね、こういうふうに小節がありますけれども、3小節分ということで、これを選んでおくと、持っていったときに、3小節分ですね、持っていくことができます。これを え、1, 1。小節分としておくとですねえ。1。節分。このような持って行き方ができます。また、あのバスドラだけ持っていきたいというようなことがありましたら、バスドラだけを。ソロにしておいて、そして、え。ー このようにですね、バスドラのところだけを持っていくことも可能になっています。このようにしてですね、あとはエクスポートでですね、このパターンを登録しておいたりすることもできますし、このプロジェクトを保存しておくことも可能です。こういうい サンプリングの機能サンプラーとしての機能ですねそれとこの l a y e ツーズ2 m i x を456トラックに分けてですね分析するそういうような使い方ができるですねとっても便利なツールになっています。 ドラムのトラックを作るのにはとってもアシストをしてもらえるソフトになっていますのでまた気になったら皆さんもですねご購入いただいたりとかして使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ででしししたた今日も手だけしか出まませんでしたじゃあありがとうございます